自分を褒めたい天才すぎるプレーですね。さあ大津さん行きましょう。はい、はい、僕の天才すぎるプレーはこちらですね。これ第3試合なんですけども、はい、それこそさっき戦ってた、はい、その航空でのファイトの途中詰めてきたんですよ、僕のチーム、エリさんチームが、うん、その時に僕レブダント使ってたんですけど、レブダントでのとんでもないタイミングのウルトあったんです、はいはいはい、これはいかつかったですね、正直。なるほど、あれがあったからあそこまでいけたんです、正直、うん、あそこまでチームを詰めれたってことですね。あ、そう、うん、でそこまでいってもう1人落ちるか落ちひんか、うん、もう完全に優位取った時に、うん、これ6スコ外してきたそれで一気にひっくり返された。キツネ大津の天才すぎるプレー、チームエリーを追い詰めたレブナントのウルトのタイミング。 OK、 待って、後ろ別、後ろ別、はい、挟まれる、これ。こっち来れますよ。見てます。あ、それ、そこ撃つの。めっちゃの、めっちゃのバルキー。めっちゃのね、スキャンする。出た、バルキーだった、バルキーだった。これラス、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 ラス。魔王ラスをダウンさせ、チームエリーを追い込むも、この後、大津のやらかし。取りたいな、これ。ドリル発射。あ、惜しい。あ、ごめんなさい。いけたな、今。あと一歩のところで、大津が落としきれなかった。